ロベルト・プ・ポモレーノはブラジルリオデジャネイロ出身のレーシングドライバー。1988年には国際 F3000 のシリーズチャンピオンを獲得するなど実力はあるものの、スポンサーや運に恵まれず、F1 においては多くの弱小チームを転々としたことで知られる。名前のカタカナ表記はホベルト・モレーノの方が実際の発音に近いが日本国内では一般に、 ロベルト・モレノの表記が定着しているため、本記事でもそちらを採用する。1974年にカートレースを始め、1979年にはイギリスに渡り、フォーミュラ・フォードに挑戦。1981年にはイギリス国内のフォーミュラ・フォード選手権チャンピオンとなり、翌1982年にイギリスフォーミュラ3選手権にステップアップ、同年マカオ GP で優勝した。 ロータス91でオランダ GP の予選に挑むモレの同年のオランダ GP でロータスから F1 参戦を果たすもののあえなく予選落ちする。以後しばらくの間 F2 やカート、F3000 など様々なカテゴリーを掛け持ちする生活が続く。1985年には来日して全日本 F2 選手権にシーズン途中から参戦したこともある。 1987年1987年日本 GP でフランスの AGS より F1 に復帰始発の予選通過。公式記録上はこれが F1 デビューとなった。続く最終戦をオーストラリア GP では6位でゴール始発入賞を果たした。1988年翌1988年にはフェラーリのテストドライバーとなり、翌年より 全面試行される3.5リッターなエンジン規定に向けた先行開発マシンフェラーリ639の開発を任されるジョン・バーナードがデザインした同マシンは現在では F1 回のスタンダードとなっているセミオートマチックトランスミッションを搭載するなど多くの新機軸が盛り込まれたマシンだったその際モレノはプレスに一言もリップサービスすることなく 黙々と仕事をし、これがバーナードが信頼を寄せるきっかけとなったと言われている。モレノは同マシンの開発を行う傍ら並行して国際 F3000 選手権に参戦し、独走で同シリーズのチャンピオンを獲得する。1989年そして1989年、コローニから初めての F1 フル参戦、しかしマシンは速さが決定的に欠けており、 シーズン後半は予備予選組に転落、結局予選を通過したのはこの年4回のみだった。1990年翌1990年にはユーロブルンに移籍するが予備予選を通過するのにも宿泊するという状態は変わらず、チームも資金不足のため日本 GP を含む終盤2戦の参戦を断念。モレノは F1 のシートを失った。ところが、 日本 GP 直前、ベネトンのアレッサンドロ・ナニーニがヘリコプターの墜落事故で右腕を切断するというアクシデントが発生。急遽ベネトンは代わりのドライバー探しを余儀なくされるが、この頃フェラーリからベネトンに移籍していたジョン・バーナードが窮地の中のモレノに白羽の矢を立て、モレノはベネトンのシートを獲得。モレノはその期待に応え、日本 GP で ネルソン・ピケに次ぐ2位に入り、ベネトンは1から2フィニッシュを達成した。レース終了後、剣車場に降り立った苦労人は感極まって、ピケやバーナードらと抱き合い男泣きに泣いたが、3位の鈴木、アグリと共に立った初の F1 表彰台では終始人、懐っこい笑顔を見せ、国家演奏時ピケに帽子を取るよう促された際は、脱帽もテレ隠しに舐めた手のひらで、 自身の頭を撫で回し、大観衆の笑いを誘った。そして、トロフィー授与の場面では、観客から、ピケや鈴木に引けを取らないほどの惜しみない拍手と歓声が送られた。ちなみに、日本 GP の決勝終了後の記者会見では、日本人として初めて F1 の表彰台に登った、鈴木あぐりが、僕は、前の年、マイレース金曜の朝8時から9時までで、 レースが終わってしまってばかりで、と語っているところに、自らも、呼び寄せ持ちを繰り返していた経験を踏まえ、愛のオディスフィーリングと愛の手を入れて、報道陣を大爆笑の渦に巻き込んだ。1991年ベネトン B191、報道前年のスケットから翌1991年は、ベネトンのレギュラードライバーとなり、ようやく実力に見合ったシートを手に入れ、 イタリア GP までに2度の4位入賞を果たし堅実なドライビングを見せていたがシーズン半ばでモレノの後ろ盾だったジョン・バーナードがベネトンを離脱した影響もあってかベルギー GP でミハエル・シューマッハが冗談で鮮烈なデビューを飾るとベネトンはシューマッハを強引に引き抜きモレノを放出する。モレノはベネトンチームからの違約金を持ち込んで冗談に移るがそのシートもたった2戦で アレッサンドロザナルディに奪われてしまう。最終戦オーストラリア GP では、度重なるチーム批判の結果フェラーリを解雇されたアランプロストの代役を当時フェラーリのテストドライバーを兼務していたミナルディのジャンにモルビデリが務めることとなったため、その代役としてモレノは一戦のみミナルディのシートを得たが、チーム残留は果たせず、この年は1年で3チームから出走するなど、 またしても元のルローのドライバー生活に戻ってしまった。1992年、F1 浪人となった1992年だが、アレックス・カフィ、エンリコ・ベルタジアというレギュラードライバーを一戦も走らせず解雇したアンドレア・モーダに加入、しかし予選通過はモナコ GP の1回のみに終わった。そのアンドレア・モーダはイタリア GP において、 フィーザに吸収されるより参戦禁止処分を受け、F1 から追放、モレノもそれによりまた、F1 シートを失う。1995年フォルティコルセ FG01 フォード、その後はイタリアやフランスでツーリングカーレースに参戦しながら、F1 復帰のチャンスを伺い、1995年には、経験を買われてこの年から新規参戦したフォルティコルセ、より3年ぶりに F1 に復帰。 関係者から大いに祝福されたが、例によって弱小チームコマシンも遅く、参戦、チーム数の減少により、予選落ちこそなくなったものの、チームメイトのペドロ・ディニスの裏方にて締め立たない一年となった。パシフィック GP と日本 GP には野田秀樹がスポット参戦するため、シートを開け渡すことになっていたが、 直前になって、野田にスーパーライセンスが発給されず、急遽モレノが呼ばれ、その時香港にいたモレノは慌てて、飛行機を手配して岡山まで駆けつけたこともあった。結局モレノはこの年を最後に F1 引退を表明した。カート、インディカーモレノは、翌1996年より、本格的にアメリカに活動拠点を移し、ペートンコインよりカートへ参戦する。しかし、 翌1997年以降はなかなか安定したシートは得られず、もっぱらスーパーサブとしてドライバーの怪我などでシートに空きの出たチームからレースに出走することが多くなり、1997年は3チーム、1998年は2チーム、1999年は2チームからスポット参戦していた。1998年はシーズン途中から ペンスキーのテストドライバーを担当した。1999年は7戦欠場したにも、かかわらず総合ランキング14位に入った。しかし2000年には久々にパトリック・レーシングより、レギュラー参戦を果たし、クリーブランドで優勝。2001年は、バンクーバーで優勝を飾っている。ただその後は、成績は低迷し、2003年シーズンを最後に、ジャンプカーから撤退した。 その後2005年よりアメリカのスポーツカーレースであるグランダムシリーズに参戦する一方インディカーシリーズに参戦するエド・カーペンターのコーチを務めていたが2006年3月にホームステッド・マイアミ・スピードウェイで行われた開幕戦でカーペンターとボール・ダナが接触しダナが死亡カーペンターが怪我を負ったことから次戦では急遽モレノが カーペンターの代役として参戦することになった。急なスポット参戦だったが、予選11位、決勝10位の結果を残す。2007年以降は、チャンプカーやインディ500にも、代役で出走した。2008年は、チャンプカーシリーズが、インディカーシリーズとの統合により消滅したことによる、最後のレースとなった、ロングビーチグランプリにミナルディチーム USA から参戦した。 この記者会見の模様は、この日本 GP をテーマとした CD ロケティングアグリフラッシングサトルに収録されている。ありがとうございます。